America is a beacon to the world still still te ittemashita で、それが、まあ今日の演説のクライマックスですかね。ウクライナが回復に向かいつつあると。今日もニュースでもやってたけど、GDP もなんか上がってきたらしくて、まあちょっとずつですけどね、戦争にもう慣れてきたっていう、そういう意見もあるんですけれども、こう落ちるところまで落ちたから、そこからどうしようみたいに、だんだんと浮き上がってきてるんじゃないかっていう。一言。ジョン。 55からのハッピーライフアメリカ的にはねそれはアメリカはじめ NATO の各国何カ国って言ってたかなすごいいっぱい 多くの国がサポートしたからこそ、ウクライナは頑張っていますみたいなね。今回もハマスをやっつけなければいけないと。ハマスの目的は、パレスティナを解放することじゃなくて、イスラエルを破壊することです。ユダヤ人を絶滅させることです。アメリカ的にはですよ。何を目標とするかっていうと、イスラエルとパレスティナの平和ですよね。 部署国の平和それと同時にイスラエルとパレスチナの 2-state solution って今はイスラエルだけが国家なんだけれどもパレスチナも国っていうかステートとして認めるイスラエルとパレスチナの 2-state が共存するっていうそういう状態を作ることがゴールですっていうことみたいですね。 って言ってますよ、皆さん。もうアメリカ人結構自信失ってるから、もう自国のことで精一杯みたいなね。で、それもちゃんと言ってました、バイデン。我々には国内でもね、やらなきゃいけない課題がいっぱいあるの分かって、分かってますと。で、こんなことに、テロリストのね、こともうひどい、卑怯な、悪党どもに咲いてる時間はねえ、みたいなもう、It's sick! って言ってましたね。どっかで。 どこで言ってたんだっけな。そうそう。だから、ウクライナに行った時にも、もう子供たち、老若男女が、 もう悲惨な姿になっていて、みたいなね。で、もうロシア許さないみたいな感じで、まあプーチンに対しての怒りを it's sick って言ってたんですけれども、ハマースはプーチンみたいだと。目的はね、違うにしても、たやウクライナ崩壊を目指す悪党。で、ハマースはユダヤ人やイスラエルを滅ぼす悪党。そんな人たちを許すわけにはいかないと。アメリカのね、 功績をアメリカ国民に思い出させるためにですね、NATO の話だったりとか、75年間戦後ね、ヨーロッパに平和を NATO はもたらしたとかね、まあそういうことを言って、 いてですねアメリカ国内でこの間もシカゴでね6歳の男の子とお母さんが虐殺されちゃった事件があってもうちょっとすごいかわいそうだったんですけどこの人たちはパレスチナの家族でパレスティニアン・アメリカンって感じでただ単にパレスチナ系だったっていうだけで殺されてしまったわけなんですね。ブッシュ大統領が元大統統領領がが元の後にも 言ったようにイスラムフォービアが大きくなってでそれは間違ったフォービアだっていう風にね言っ 出たんですけど全くそれとと同じここが起こっているとアンタイセメティックの人たちが反ユダヤの人たちがね暮れ上がっちゃってて多くの大学とかでもデモが起こったりとかユダヤ人が学校でいじめにあったりとか殺されるかもみたいな恐怖に怯える毎日になってしまったりしているわけでそれは間違っているとみんな思い出してみたいな。 We are all a m e r i c a アメリカ i って言ってないところがちょっと味噌なんですけどね。要するに、アメリカ人じゃなくていいんですよ。つまり、アメリカにいる人たち、みんなアメリカ、ここはアメリカなんだよ。アメリカっていうのは、ね、移民の国なんです。いうふうに言ってて。 こんなことをね、自分たちがしてたら死滅しちゃうみたいにね、言ってるわけで、我々は自分たちが誰であるのかをやっぱり忘れてはいけないと。みんな他の国から来た移民なんですよ。っていうことをバイデンは言っていました。敵じゃないんだよって。でもこれ、 誰かスピーチライターに書かせているとしては、これを覚えるの大変だろうなって思うんだけど、どうやってんでしょうね、本当に。締めくくりでは、要は、我々がみんなを世界を導かないといけないって、アメリカ i ズ・ビー s a beacon to the world って言ってましたよ。<laughs> あの、笑っちゃいけないんですけどね。beacon っていうのは、よく聖書に出てくる言葉っていうか、ジーザス・クライストが、 あの、イエス・キリストが自分がこう光になるみたいなね、ことを言って。 暗暗闇ででで中模索でこう悩んでる前に進めないい人たたちがいたら自分がビーコンプライトになって歩いていくからついてくるようにみたいなね、そういうことを聖書で言ったわけですよ。その引用だと思うんですけどね。多分アメリカがビーコンになると。まあビーコンっていうのはだから光、希望の光みたいな、そういう意味で聖書に使われていて、まあ灯台みたいなもんですよね。道しるべというか。でも笑っちゃったのが、笑っちゃいい。 いいけけないんですけどアメリカイザビーコンツウォールドって言った後に、スティー l って言ったんで、<laughs> 2回もしかも、アメリカイザビーコンツウォールド、スティールスティーウなんかすごい力込めて言ってたんですよね。本当ですかね。バイデンはそういう風に言ってました。こうやって演説として聞いてみると、 おぉ、そうか、そうかって。まあ思いますよね。 よくわかんないですけど、ほんとうまいですよね。クリスチャンが多い国だから、聖書の言葉をね、引用してくるっていうところもうまいなと思うし、彼ね、バイデンはカトリック教徒なんですよ。アメリカで大統領史上二人目なんですよね。アメリカってカトリック教徒ってなかなか大統領になれないっていうジンクスみたいなのがあって、史上初でカトリック教徒で大統領になったのはケネディなんです。 なんですねどうしてもやっぱりアメリカの政治っていうのはワスプが握ってるんで「ワイト・アングロ・サクソン・プロテスタント」ですよね。だからカトリックが 入る余裕はないっていう感じだったんですけどね。ロバート・ケネディ・ジュニアがインディペンデント系で出馬を表明したと思うんですけど、だから彼もケネディ系だから多分カトリックだと思うんですけどね。で、あの、中田のあっちゃんの動画でアメリカの大統領になるにはユダヤ人の力を借りないと絶対なれないっていうふうに言ってたと思うんですけど、まあお金持ってるからね、投資家とかそういうすごい お金金ををを持っってている人のの資金を援助を得ないと大統領のキャンンペーンってできないと思うんでですよね確かにでも、じゃあ、ユダヤ人がアメリカの大統領になれるかって言ったら、なれないんですよ。差別されてるからなんですけどね。アンタイセミティックの力っていうのはやっぱり、未だにね、すごいものがあって、ナチとかの迫害もそうだけど、KKK にもターゲットになってるし、でも、KKK ってカトリックの人たちもね、ターゲットにしてる から要はだからワスプなんですよ白人至上主義っていうのは何かっていうと、だからワスプ。イギリス系のアングリカンチャーチの 人たちっていうか、アングロサクソンの人たちなんですよね。非常にね、こうやってアメリカの人種、人種ではない、あの、ユダヤってユダヤ人とかって言ってるけど、人種じゃなくてむしろライフスタイルなんで、民族っていうかね、だから非常にね、日本人と似てるところもあっ で通じるものもの多いんですけどね最初はね理解するのに難しい民族であったりするんですけどね。最後には、何ちっちゃかな ?In moments like these, we have to remind, we have to remember who we are. さっきのとこですね。We are the United States of America.The United States of America.And there is nothing, nothing beyond our capacity if we do it.

ななんんかかもうう人ですすごいいっったんだろうなって思いますバイデン来てくれて本当に嬉しかったんじゃないかなって思いますね。イスラエルは本当攻撃したくないんですよ。本当だって音楽祭とかで楽しい人生を営んでいたいわけですよ。やっぱりお金も持ってるから十分に楽しめる人たちだし、なんで、 戦争っていうか自衛でこうミサイル発射したりとか、それでそのグランドフェンシブとかって、その地上戦でそういうのを計画しなきゃいけないんだっていう、もうなんか冗談じゃないって思ってるわけですよ、本当は。だから、ここはね、やっぱり速やかに、やっぱハマースの退治にもう全力を注ぐっていう、このアメリカのメッセージは、私は 正しいんじゃないかなと思いますね。どうでしょうか皆様。ちょっとアメリカ寄りの演説で何言ってんだアメリカみたいに思われちゃうかもしれないんですけど、アメリカのバイデンの演説はそういう内容でした。皆様ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは高評価の方もよろしくお願いします。